いやすごいですね。この会場で、この新会の会見、何回かやってますけど、満席というのは今回初めてです。これですね、昨年の12月以来、なんていうか、浦和戦、天皇杯の決勝戦から、こう、皆さんのハートに火がついたんだな、という感じがしてます。あちこちからもですね、今までにない激励の言葉を、この年末年始、いただきました。心から御礼を申し上げます。さて、2019年シーズン、いよいよ幕が開けました。今年は、今日、新加入会見に臨みます。10人と言いたいところですが、実は2人ですね、体調不良でございまして、申し上げました。8人、今日は8人です。いずれ皆さんのご要望があれば、どこかで、また来たいと紹介はしたいと、勝手に大学で言うと怒られますので、ご了承ください。で、この10人の新しい戦力、これをもってですね、昨年、リーグ戦で達成できなかった、後半、もうちょっとで目標の5位以内というところが見えたんですけども、残念ながら最終盤で失速して11人、それからカップ戦、天皇杯でタイトルという、そういう目標についてはですね、ファイナリスト、最後の決勝には進出したんですけども、残念ながら1-0で敗れてしまった。しかし皆さん、昨日、このシーズン最初の開幕戦、カードをご覧になりました。浦和です。我々としては、何としても昨年のリベンジをですね、して、まず勢いをつけていきたい。こういう思いで、チームもしっかりとですね、この14日からのキャンプに臨む覚悟であります。それからもう一つ、今年はちょうどベガルタ仙台が設立されまして25周年の大変記念すべき年にあたります。昨年代申し上げてありますように、この25周年を機にです、ね、私どもは絆フットボールというスローガンをこれから25年間、四半世紀こういう思いで頑張ろうということで、考えました。この絆フットボール、基本的には今まで我々がやってきたことですけれども、さらにこの今年を機にですね、いろんな形で皆様との絆を深め、そして新しい考え方として、地域連携ということも打ち出しております。ですから地域との連携はフットボールに直接関係ないけれども、我々が目指す心も体も健康な地域社会に関わる活動についてはどんどん応援していこうということで活動を展開してまいります。それから25周年記念事業の最大のイベントとして用意したのが、皆さん既にご存知、ベガルタの妹を誕生させるということでございます。ベガルタの妹につきましては、皆さんこの今日お配りした V プラス
の一番後ろに書いてありますけれども、現在名前を募集中です。今日お集まりの皆さんの中で名前を募集しましたよという方はちょっと手を挙げていただけますか。意外と少ないですね。すでにですね、1800件を超える応募があります。そしてここにありますように20日で締め切ります。ぜひまだ応募されてない方はここにあります QR コードでウェブサイトから応募できますし、関西弁などでも応募して応募できますので、ぜひ、参加してください。必ずしも一番票の多い名前がに決まるかどうかというのはそこは限りませんから、ぜひ、いろんな思いを込めて応募していただきたいというふうに思います。それからもう一つ、今日の目玉といいますか、これは新加入会見と同時にですね、新しい今シーズンのユニフォームの発表をいたします。でこのユニフォームにもですね、我らとしては25周年の特別バージョンといいますか、特別ユニフォームを考えました。でこれは何かと今は申し上げません が実はこの25周年特別版のですね、内容は遠くから見るとですね、よくわかんないんですよ。で、それぐらいさりげなく入ってるんですさりげなく何が入ってると思います。なんとですね、目がった兄弟の顔が入ってるんですユニフォーム。これは正直申し上げて J リーグで史上初めてだと思います。じゃあどういうふうに入ってたのか、これはですね、今ちょっとここでお見せしても分かりません。で唯一今日の展開でお見せできるのはですね、ユニフォームの発表の時にですね、動画が流れます。その動画の画面の中を注意して見ていただくと、特にですね、この辺です、この辺左側の裾のあたり、ここに、おっというのもあります。ぜひ、それを見てですね、感動していただいて、そしてこれを見た以上は今日皆さんはぜひ買わなければいけない。ぜひ、それを最後にいただいて私のご挨拶とさせていただきます。今日は最後